ジングルベル、ジングルベル、スつカなる今日は楽しいクリスマス。う言うとる場合か言うとる場合かはい、えー、ということで、えー、小芝居が終わったところですね。私、週年中、違う違う違う。えー、と、週刊中年ジャンプですね。編集長のストーンです。ちょっと噛みましたけども。えー、今回ですね。 僕が皆様に、えー、プレゼンテーションしたいことが一つありましてですね、えー、このちょっとね、えー、宣伝をしていきたいなと思っております。はい。でですね、今回、えー、皆様にお伝えしたいのはですね、ズバリ株式投資なんですね。はい。ということで、えー、今日はクリスマス25日なんですね。本当はですね、僕これ、あの、かぶってやりたいなと思っていたんですが、25日の午後にはですね、もうこういった商品は売ってないんですね、世の中。はい。 ということでこれは何を意味しているかって言いますとクリスマスに、えー、こういうことをやろうとしたらもう前日前々日にですねこれ準備しておかないといけないということなんですが今回25日クリスマスマ今日はクリスマスなんですけどもう売ってないですこれ。これ実はね近くのスーパーの優しいあの店員のお姉さんにですね、えー「こういうのなんか被るのないですかね?」って言ったところあのお店に飾ってあったあの。 模型の木にですねこうてっぺんに刺さってたんですけどもじゃあこれでよかったらあげますって言われて <laughs> もらってきたんですねもうねギリギリセーフでもないんですけどもこういうのもらってきたってことですねで何が言いたいかって言いますとですねここが重要でここでつながってくるんですけどもあの木を照らしもうね木を逃してしまうとこういうことになるということなんですねですから僕が今回ご紹介するのは株式トレードなんですけれどもこれのですね 勉強ししていきましょうと今,からです、ね、今からですよ、もうすぐにやっていきましょうということなんですね、えー、タイミングを逃さないようにですね、タイミングって、今僕が言っているタイミングっていうのは、買う時期が近いんで買いましょうとか、そういうことじゃないです、そういうもう本当にごく短期的なところではなくて、今から始めることによって、えー、もう来年1年、半年1年ですね、これ、トレーニングす勉強してトレーニングしていくことによって、来年の今頃にはですね、もうかなりあの株式トレードのことはよく分かってくると思うんですね。 なので、今から始めましょうってことなんですね。なので、まあ、クリスマスですけどね、今日ね。まあ、いろいろあるかと思いますが、来年からですね、きちっとその辺を取り組んでいくといいなと思います。これはですね、僕は、あの、サラリーマンの方え、僕がやってるトレードっていうのはですね、サラリーマン向け、いや要するにあの仕事をしてる方向けの、えー、トレード方法なんですね。えーまあ、詳しくはですね、 えまたあの忘年会の時にですねお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、そういったものがありますので、えー、これをきちっとですねやっていただくといいんじゃないかなと思いますあの3分で100万円とかそういうことはないですあのそういう話はねあ,のありませんので世の中地道にやっていくことによって、えー、花が開くということですねなりますで特にですねやっぱちょっとサラリーマンの方って言いました,言いましたけども40代50代の方ですね 40代50代っていうとサラリーマンでもですね会社でも中堅以上ですよねなってくると思うんですがまあその後どうするかなっていうのはね皆さんもちょっと少しなんか考えていたり考えていなかったりってねそういうどうなっちゃうんだろうって深くはあまり考えてないかと思うんですけどもこれあの株式トレードっていうのは1人でできますんで1人でできます誰かに相談してとか誰かにちょっと手伝ってもらってお願いしてとかそういうことじゃありませんので、えー、そうなるためにですね今から始める。 お金があるとかないとかってそれはちょっと置いといてですね、えー、お金ができてからやってもですね遅いんですよね、えー、なのでお金があってもなくてももう今から始めるというのが重要かなと思いまして今回ちょっと動画を撮らせていただいてますで、えー、と30日ですね、えー、速下塾の忘年会を設けていただいておりますのでそこのところでですね何回か僕がちょっと出てきてですねこの辺のお話をしたいなと思うんですが えー、まだですね、時間等が調整しておりますので、えー、次の動画でですね、きちんとその辺もお話ししていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。今日ね、ちょっとクリスマスでしたけども、次回はまた何か考えます。<laughs> ということで、えー、今回はですね、以上になりますが、また次の動画でご説明していきますので、よろしくお願いします。週刊中年ジャンプの編集長、ストーンでした。よろしくお願いします。さよなら。